可愛い。し、こ。めっちゃ丸いね。こんな丸いのあんだ、ボタンが。ね。り、み、マジだ。え、マジで可愛い。なにこれ、可愛い。可愛い。見てください、皆さん、こちら。全部丸な方なんですよ。レトロなんだって、これ。レトロ風デザインキーボードってやつです、皆さん、これ。保存可愛くない？可愛いっていうさ、可愛いよね。いい音だよね。いい音だよね。めっちゃ可愛い。カチャカチャじゃない。カタカタ。カタカタなの。可愛い。いいじゃん。落ちた。え、落ちるじゃん。あ、でもちょっとなんかやっぱ変だよ。あ、やったな。すごい刺しって。なんかね。しかもそれそっちで打ちたい。なんか分かった。これ取れたら直せる気がする。しかもそれそっちで打ちたい、ここになんかね詰まってんだきっと。四方は打てるのリミがね。ほら、R と M がね。打てる。でも接触悪いね。打てるようになった。打てんじゃん。もうこっちの方が可愛い。うん。こっちの方が可愛い。あ、治っちゃった。治っちゃった。え、じゃあキーボードいらなかったってこと？うっそ。そんなことってある？でもこっちの方が可愛いんだけどな。可愛いけど。可愛いとかそういうもんね。テレビの方でやるときはこれでやったら、そうだね。ケーブル長いから。あれ、ここじゃない？そこでいいんだよ。え、マウスは一番ってあのしっくりくるのを選びました。なんかしっくりくるの、うん、こうやって、あ、しっくりきたみたいな。あー、触ってみてね、手にフィットするみたいな。じゃあこれどうやって開けるの？電池。あ、電池が入ってる。これ、それ何？無線。無線なんだ。無線にしたの？そう。マスター無線でもいいかって言われて。まあ電池がねなくなりかけるとね、ちょっとあれだけど。開かない。それだけパターン。でもやりづらいね、やっぱ。これこうで、これこうで、これこうで。テーブルの机の上はキーボード2個。え？もしそれ壊れてないんだったらそれでやったほうがいい、ね。確かにこれでやったほうがいいね。見づらいよね。無線買えばよかったね。まあいいよ。あ、じゃあパパそれ使おうか。へぇー、使うことあるの？パパ今使ってる。別々なの？うん。あ、そうなんだ。パパはあの机が合わないからさ、あそこのキーボードだとなんか首が下にこうなっちゃって、首こりがやばいから。で、ここでなんか検索できるんでしょ。検索してみよう。で、うん、これ、ちょっと待って、やばい、絞り見って検索した。絞り見チャンネルって書いてある。あ、調べられた。あ、すげえ。できた？調べられた。うん。で、つけ、あ、行きました。しょりちゃんが見てんの。流してみて。これ食べられないよ。
懐かしい。うん、NG 集言いましょう。こういう網がね、そっちにもあったら完璧なの。あー、やっぱ今網の上、やばい、最高。パパ、昔スピーカー屋さんだったの。マジ？やばいです、めちゃくちゃいいです。やばいです、本当にいいです、やばいです。サムネやめだよ。サムネやめだよ。最近ニキビできるんだけどさ、シロに舐められてるから。そんなことないでしょ。それはもうお年頃だからしょうがなくない。もうしないでしょ。本当。おー、かわいいよ。かわいい。これは本当に溜めてするとか本当にね、ツンデレだよね。シロ。シロ。シロンが怒ってる。マジでかわいい。しーちゃん、これ DVD 見れる。マジ？マジか。マジか。やばい、DVD 見れる。よかったね。じゃあママの部屋来なくてよくなったね。よくなった。DVD なくて。ママの部屋で、ママのベッドの上で、青葉ライドとか。そうそうそう。あと、かぐやとのクロスダイの映画版、DVD 借りてみた。確かに。よかった、これでよかった。じゃん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 。はっ！あっ、いっぱいになったんだけど、最悪。